マングループはイギリスロンドンに本社を置く世界最古で最大級のヘッジファンドであるフッツィー102は1994年に採用された原社名は2000年から採用している主な子会社としてある GLG、FRM、ニューメリックがあり多彩な戦略を提供している 運用資産残高は788億米ドル。2014年12月末、時点。現在、マングループの子会社は13カ国にあり、その拠点は、ロンドン、チューリーヒコハンのプファフィコン、シカゴ、ニューヨーク、東京、香港、シドニーにある。従業員は1000名以上。1783年にジェームズ・マンにより、砂糖を扱う商社として創業された。 1784年に英国海軍とラムシュの独占的供給契約を締結。1970年に世界最大級の商社へと発展した後、先物取引などの金融関連事業に進出。1992年にマンインベストメンツの駐在所を東京に開設。1994年にロンドン証券取引所に上場。 同年、あるの株式を100%取得。2007年には、金融分野で最先端の研究を推進していくため、オックスフォード大学と提携し、オックスフォードマン定量ファイナンス研究所を設立。2010年、GLG を統合。2012年、FRM を統合。2014年には、マイインベストメンツと FRM 東京事務所を統合し、 マン投資顧問会社を東京に設立。2014年、ニューメリックを統合。2015年、シルバーマインおよびヌースミスを統合した。万あル黒板風ロゴアルトは、マングループの戦略の一つであり、数学とコンピューターがすべてを制御し、24時間絶えず、トレーディングを行い続けるした戦略に分類される。高度で、 最先端な数学モデルを使っているため、社員は、オックスフォード大学やケンブリッジ大学等の、欧米名門大学で、数学、統計学、物理学、コンピューターサイエンスを、大学院で研究し、博士号を得た研究者が中心を占める。最先端の数学研究にも注力しており、オックスフォード大学と提携したオックスフォードマン、定量ファイナンス研究所からは、 様々な研究の積極的な発表が行われている。その中でも2014年に発表されたファクターハイフリークエンシーベースドボラティリティモデルズは新たなるリスク管理の形式を追求した研究となっており、あるの投資戦略でも実際に使用されている。あるが提供する基幹ファンドであるあるダイバーシファイドは1996年3月は投資を開始し、 金融危機器でもプラスのリターンを獲得しつつ、毎年高いパフォーマンスを上げてきた。2016年1月までの総合収益利率は1,102%となっており、年率では13.3%のリターンを記録している。あるダイバーシファンド設定来累積リターンチャート、VS 世界株式ヘッジファンド指数あるダイバーシファイド、設定来パフォーマンス一覧。 ありがとうございます。